諦めて、影。ヒサ、お前なんで。君がヒサメ君か。約束通り一人で来たのか。あなたが依頼人ですか。そうだ、私は公安の調査員でね。公安って公共の安全と秩序を守る組織ですよね。簡単に言うとそうだ。身内である警察組織にすら秘密裏に動くことが多い。国や社会への影響が大きいからな。今回の依頼も極秘任務だ。どうして私に。君たちのことは調べさせてもらったよ。カレコレ屋のこと、君の身体能力が高いこともね。その力を見込んでの依頼だ。パーティー会場である品を盗み出してきてほしい。そんな依頼受けられません。まあ待て、盗み出してほしいのはいわゆるコンピューターウイルスだ。近頃裏社会を騒がせているハッカーが作った特殊な代物でな。そのウイルスの入ったメモリーチップがオークションの品に偽装されて競売にかけられるという情報が入った。金持ちばかりが集まるパーティーで高額で売り飛ばす気だろう。確かに危険なウイルスかもしれないですけど。一応言っておくが、君たちが普段やっていることは調べてある。営業停止に追い込む理由くらいいくらでも作れそうだ。脅す気ですか。違法スレスレのことをやっているという事実を伝えているだけだよ。特にあの影千代という男は信用に値しない。そんな、影を犯罪者みたいな言い方。話を聞いた以上、君に断る権利はないということだよ。約束してください。この依頼が終わったら二度とカレコレ屋には関わらないって。交渉成立だな。パーティーの詳細は追って連絡する。私も別ルートで潜入する予定だ。指示を出すからインカムを使え。それからこれを。これは？もしものための武器だよ。一回しか使えないから慎重にな。聞こえるか。ちゃんと聞こえてるけど、それよりこのドレスちょっと派手すぎるような。目立っていれば周りから寄ってくる。その方が情報を集めやすいだろう。色仕掛けもしやすい。色仕掛け？それから先ほど届いた情報だが、敵対組織のスパイが一人会場に忍び込んでいるらしい。見つかったらまずそうだね。用心しろ。オークションの参加者を探して情報を聞き出すんだ。それから誰かと話すときは音声を拾えるようにできるだけ近づいてくれ。わかった。ちょうど食事が始まったらしい。あのテーブルのあたりなら人も多いだろう。とにかくお金持ってそうな人に話しかけてみるしかないか。これ美味しい。何のお肉だろう。あれも美味しそう。おい、いやでもあっちのお皿も捨てがたい。全部美味しそうでどれを食べるか迷っちゃうよ。おい、目的を忘れるなよ。分かってるってば。でもちょっとだけ。よかったらこれも飲む。ありがとうございます。ちょうどいいかも。お一人ですか？あ、ああ。私も一人なんです。よかったらお話ししません？こんなパーティーに参加するの初めてで緊張しちゃって。一緒にいてほしいんです。もちろん。俺も一人です。俺も。あはは、賑やかになって嬉しいな。よくやった。オークションの参加者は番号の書かれたバッジをつけている。あれだ。それってオークションのバッジですよね。参加されるんですか？ああ。このパーティーのオークションは品がいいからね。どんなものが出品されるんですか？絵画とか彫刻とかいろいろあるけど、アクセサリーも多いかな。今日の目玉も、おっといかん。オークションの品物については参加者以外にはあまり教えられないんだった。そんな、私綺麗なアクセサリーには目がないんですね。え、どうしてもダメ？じゃあせっかくだから特別に教えちゃおうかな。こんな美人の頼みだし。いてやだもん。意地悪しないで教えてくださいよ。何すんのよ。もう。まあいいけど、今回は青い宝石のネックレスが一番人気みたいだね。ネックレス？僕は宝石には詳しくないんだけどね。金持ちばっかりが狙ってる。ちょうど君の髪みたいな色でよく似合うと思うよ。へえ、素敵ですね。どうやら目的のものが見つかったらしいな。オークションの品が保管されている場所は？調べはついてる。見つかるなよ。分かってる。係の人が入っていった。あそこが保管部屋で間違いない。扉にロックがかかってるみたい。問題ない。何でも調べてあるんだ。問題は入ってからだ。え、これって
ネックレスはこの奥だ。ここさえクリアすればあとは盗み出すだけだ。そんな簡単に言わないってよ。なんとか通れた。君を選んで正解だったな。戻るときはそこにあるスイッチを切れば仕掛けは消える。これのこと？消えたみたいだな。よかった。あとはネックレスを探すだけだ。それにしても暗いな。ネックレスはあった。お手柄だな。これならどうにか隠して持っていけるかな。あ、誰か来る。係の人かな。忍び込んだのはバレてないと思ったんだけど。オークションまではまだ時間がある。もしかしたらもう一人のスパイかもしれない。さっき言ってた敵対組織の人？おそらく。武器を使えるのは一回だけ。隙をついて逃げるしか。ああ、ネックレスがね。え、この声、影？ヒサ？嘘でしょ？影が敵のスパイってこと？なんでヒサがここに？まさかそのネックレスを盗むために？これは。その通り。あなたは。仕掛けを切ってくれて助かったよ。おかげで俺もここまで来れた。どういうこと？だから言っただろう、信用できないと。君のためを思って詳しくは言えなかったが、その男は我々公安と敵対する組織のスパイだ。影が敵のスパイ？ネックレスが彼の手に渡れば悪人たちの思うツボだ。分かってるな？何の話だ。分かりやすく言ってやろう。彼女は我々のスパイで君の仲間じゃない。邪魔をされては困るんだ。諦めて、影。ヒサ、お前なんで。これは渡せない。落ち着けって。いいからそれをこっちに渡してくれ。惑わされるな。ネックレスは私のものだ。二人とも動かないで。おい、ヒサ、やめろ。あなたには絶対に渡さない。ヒサ。なぜだ。完璧に騙していたはずなのに。残念でした。騙されたのはそっちの方。あなたなんかにこのネックレスは渡さないから。くそ。やっぱり影が本物の公安から依頼を受けてたんだ。そういうこと。さすがに俺も公安に黙ってろって言われりゃ、ヒサにもシディにも言えねえから参ったぜ。なんだ、すっかり騙されちゃった。私ってスパイに向いてないな。騙されたって、依頼人が公安じゃねえってさっき気づいてたじゃん。そんなんじゃないよ。ただ影は悪いことしないだろうなって思っただけ。俺が脅されてたらどうすんだよ。そうだったとしても影と一緒だったらなんとかなるじゃん。はあ、丸投げかよ。ああ、ヒサメ、このネックレスはどうしたんだ。私忘れて持って帰ってきちゃった。どうしよっか。やっぱヒサにスパイは向いてねえかも。